参りましょう。バテレン追放令ですね。豊臣秀吉の下で1587年、秀吉が九州平定したところ、その後でね、出されたものということになります。早速ですが、定む。日本は新国たるところ、キリシタン国より邪法を授け候儀、甚だもって叱るべからざる。ね、候こと。これ、日本は神の国だって言ってる。ちょっと独創的な文章ですよね。日本は神の国。ね、キリシタンの国より邪法、ふざけた法っていうのはこれ宗教でね、物を持ってきやがって、そう、キリシタンの国からキリスト教なんて持ってきやがって、ちなみに、この頃、キリスト教の国ってどこになります?具体的な国で言うと、イギリスとかまだ来てないですからね。そう、ポルトガルとかイスパニア、スペインを想定しています。で、このキリシタンの国より、邪法、キリスト教なんて持ってきやがって、はなはだ持って叱るべからず、けしからんと。結構すごいね、言葉で始まります。でそして、その後、これ、バテレン、その知恵の方を持って、志次第に旦那を持ち候とおもし弟子候来は、これ、バテレンってそもそも何でしたっけ?バテレン、これは、キリスト教の宣教師。で、キリスト教の信者は含んでいないということですね。で、その宣教師たちが、その知恵の方、頭を使って、だんだんと、旦那っていうのは信者です。まあ、日本の国内の仏教の信者のことも言いますけれども、ここではキリスト教の信者、ね、キリシタンなんていうのをどんどん増やしてきて、右のごとく、日域の仏法を相破ること、癖ごとに候の上。こんな形で日本の仏教なんかを破ること、ね、仏教なんかをこれ犯す、侵害することになるので、これ、癖ごと、ね、癖者なんて言ったりするけど、癖ごと非常にけしからんね、悪いこと、ダメなことだ。バテレンの儀、繰り返しになりますけど、バテレンイコール、宣教師は、日本の地には犯せられまじく候官、今日より20日、これ20って読みますね、20日の間に良い5日祭り、帰国すべき候。結構早いですね。バテレンはもう日本に置いておくことはできないから、20日以内、20日以内に準備して帰りなさいというふうに言っている。結構早いね。ちなみに、これ、もう九州に行って、秀吉は長崎なんていう町が、これキリスト教の教会に寄進されてるなんていうのを見て、あまりにびっくり。ね、もう京都に戻らず九州で、もう速攻でこのバテレン追放令を出しています。ね、すぐに帰る。ただ、帰らせろ。ただ、黒船の儀は、商売のごとに候官、格別に候の上、年月を経、所持、売買いたすべきこと。黒船って、後でペリー来航で黒船とかあるけど、もちろんこの前の時代でも使う言葉で、ここでは、いわゆる南蛮船。ポルトガルとかスペインの船のことを言ってます。これは、商売のことだから、別です。格別に所持、売買いたすべきこと。要は、今まで通り商売、売買を続けなさい。何の話をしているかっていうと、これ、いわゆるバテレン追放令。外国人のそのキリスト教のね、信者の、キリスト教の宣教師の人は追い出せ。ただ、貿易をするのは OK。そのまま残って儲かるからね。貿易は続けなさいと言っている。これちょっとなかなかすごいところで、まあ、結局はこれで不十分、不徹底になってしまうんだよね。このバテレン追放令自体が。なんで?でって結局、この貿易をする人とキリスト教の宣教をする人って全く別の人じゃない。同じ人だったりするんですよ。だから、もうバテレンが出ていけと言っときながら、実際には、この貿易は OK ということであれば、その貿易をする人が結局不況をどうしてもしちゃったりするということで、不十分不徹底になってしまうというところ。まあこのバテレン追放令、天正15年、1587年のところで、九州平定の後のところで出されたもの、結構ね、一個一個、むしろ長いですけれども大事だったりするので、まあどこの部分だけ、まあちょっと引っこ抜かれてね、出されても、お、バテレン追放令だ、なんていうふうに分かるようにしたいかな。あくまでもバテレンは宣教師なのであって、信者とかはこのバテレン追放令に含んではいない。この後、信者を含む、殉教事件、虐殺事件みたいのも起きるんですけど、あくまでバテレン追放令は、バテレンの追放だということも確認しておきましょう。はい、ということで、バテレン追放令の授業になりました。というのね、僕が出てきたというと問題を出していきます。はい、ということで、第1問は、出された年は。第2問は、キリシタン国とはどこの国を指しているか。そして第3問は、バテレンとは何か。そして最後の問題が、黒船とは何かです。どうでしょう。大丈夫かな。よし。ではやっていきましょう。そして第1問の答えは、1587年です。第2問の答えは、
ポルトガルとイスパニアです。まあ、イスパニアはスペインでも OK です。主題3問、第3問の答えが宣教師です。そして最後が南蛮船です。南蛮船はスペイン船とポルトガル船のことを言います。はい、それでは行きましょう。刀狩りというところですね。参ります。まずは、これ豊臣秀吉が出した刀狩り、刀狩り例とも言います。諸国百姓を刀脇差し弓槍鉄刃、その他武具の類所持候ごと固く御呈し候ご長寿候。まあ農民たちが刀とか脇差しですね、脇に差しておくようなちっちゃな刀とか、あるいはこれ弓槍、まあ鉄刃鉄砲ですね、その他武具の類武器といったものを所持することは固く停止、絶対ダメですとね、いうふうに言ってます。それから右取り置かるべき刀脇差し、ついえにさせられるべき義にあらず。ついえっていうのは浪費の費ですよね。要は無駄にしてしまうわけではないんだ。ね、浪費してしまうわけではない。取り上げた刀がどっかね、行ってしまって無駄になってしまうわけではない。今度、大仏御魂流の釘、春日井に仰せつけられるべしと。今度、新しく大仏を作るんでね、その大仏の釘とか春日井にするんだと。すなわち、これ、釘、春日井っていうのは、木と木を接合するときにやっぱり使う工具でさ、こういったものになると。みんなから集めた武器は加工されて大仏様の一部になるんだよとね。しかれば根性の儀はもうすぐに及ばず、来世までも百姓助かる候儀に候こと。まあこれ生きてる今ね、現世だけでなくて死んだ後もいいことあるでしょうとか、結構適当なこと言ってますね。みんなの武器が大仏様の一部になるからね、その仏の功徳が皆さんにもね、農民にもあるだろうということを言ってます。その後今度本音、秀吉の本音みたいなところが出てきます。百姓は農具さえ持ち、工作もっぱらにつかまつり候えば子子孫孫まで長久に候。百姓は農具だけ持って、これ田んぼ耕していればそれだけやってればずっと幸せだというふうに言っている。ちょっとね、農民感なんて言ったりするけど、秀吉の農民に対する感覚というのが見えてくるものではあったりします。天正16年ね、いうこと、1588年に、秀吉が出したものということになります。刀狩り例でした。はい、ということで、刀狩り例の授業になりました。ということで、ね、最後問題2問出して、パパッと終わりましょうね。で、第1問の問題は、出された年は、そして第2問は大仏はどこに作られたか、まあ、答えは方は〇〇寺か〇〇寺ですね。はい、ということで答えやっていきましょう。答えは第1問の答えは1588年、そして第2問の答えは方向寺です。はい、ということでバテレン追放令と刀狩り令の授業になりました。お疲れ様でした。